ボラから入りますよ。ボラから桜が咲いとるかね、ちょっとね見に行きましょう。これは川桜やな、どう見ても咲いてますけど、曇りなんでね、見えるかね、見えんね、さっぱり見えないね。この辺の桜の木がわからんな、何かな。これも川桜でございます。川桜は早いんですからね。何も書いてないね、書いてますけどね、はい、これなんだ、この黄色いのは。えらい綺麗やけど、あの池を上がって染め吉野があるんですけどね、染め吉野まだか、残念でございました。太鼓橋やっぱりまだですね。広島開花って昨日ね言ってたんで、いや残念でございました、まだでした。まだ椿が咲いとるぐらいやからね、寒いわな。椿と花が咲いとるからね、はあ、まだここはね桜通りやけど、どうやろ桜通り、はい、これは桜やないね。この辺は桜ですよ、この辺はね、まあ、つぼみ硬いね。全く咲いてませんわ、桜。これなんだ、この木は。この木は何だろうね、大きな花があるけど、はい、桜は全く咲いていません、残念でございます。それでももうね、またこうなればこれ2、3日咲くかもしれないね、これ膨らんどるんでね。はい、残念でございました。下これ養生してあるのでね、おもちゃ館でございます。全く咲いておりませんでございますね、はい、これ公園館かね。公園館も芽が出始めてます、下ね。おお、綺麗な花が。あらあら、あれ公園館であんなことすんの、下なんだね、あのおもちゃ館。これおもちゃか、なんかやってますね。よく飛んでるけど、あんなことになって知らんだね。
音楽したいな、音楽を。行きましょう。おもちゃがあんなことやってるとは知りませんでしたね。公園館の入り口でございます。まだ開いてないね。この上にね、展望台があるんですけどね。ちょっと桜は早すぎましたね。
中にいるんですね。二畳段でございます。二畳段。今かな、これなあ。これなんか今やられたんか、これめちゃくちゃしてんな。